ライトタックル75番篠田雅人3年生。サイドエンド10番鹿野大志2年生。スプリットエンド11番藤田笑顔3年生。フランカー88番谷栄太3年生。スロットバック6番油谷隆人2年生。テールバック1番奥村光大3年生。クォーターバック9番谷口春3年生。カンター13番片岡裕太郎2年生。ディフェンスチームノーズガード68番谷口海斗3年生。ディフェンスタックル79番竹野新平3年生。ディフェンスエンド87番宮田千尋3年生。ディフェンスエンド85番加藤育文2年生。ラインバッター47番片山総平3年生。ラインバッター21番中村慎太郎2年生。ラインバッター5番難波博樹3年生。ストロングセーフティー0番太田修3年生。フリーセーフティー88番谷栄太3年生。コーナーバック11番藤田笑顔3年生。コーナーバック82番城島寛太3年生。キッカー13番片岡裕太郎2年生。以上がメインスタンド側大手門学院高校ランバージャックスのスターティングメンバーでした。続きまして本日バックスタンド側白のユニフォーム南山高校クルスガースのスターティングメンバーです。オフェンスチームセンター78番永井優也1年生。ガード73番山下義也1年生。ガード69番アメリカンフットボール鈴木真嗣1年生。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。タックル54番阿部修斗身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された殿が教官が学館が集まり奥村光太2年生。かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり大会エンド5番柴野良平2年生。波打つ強豪たちに挑み倒していく。そんな夢のワイドレシーバー17番堀田大和1年生。その世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたワイドレシーバー3番下原太田1年生。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。ランニングバック83番羽部仁志1年生。令和6年6月9日ランニングバック32番徳永康介2年生。関西高校アメリカンフットボール選手権2回戦クォーターバック10番斉藤梶2年生。大手門学院高校ランバージャックスの一戦がまもなく行われようとしています。10番斉藤梶2年生12時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして両チームフィールドノーズガード78番永井優也1年生。ディフェンスタックル73番山下義也1年生。まず現在フィールド上に展開しておりまして最終調整を行っておりますが、ディフェンスエンド52番奥村光太2年生。
演じをまといました、大手門学院高校ランバージャックスです。2戦戦度5番白野良平2年生大阪を勝ち上がってまいりまして2回戦まで駒を進めてまいりました。ラインバッター83番壁1年生そのスターティングラインナップを簡単にご紹介させていただきます。ラインバッター54番阿部修斗2年生79番竹野新平3年生ライトガード56番ラインバッター10番斉藤佳治2年生谷口海斗3年生ライトガード70番向井直樹2年生32番徳永浩介篠田正人3年生これがインテリアライン面フロントラインになります。そしてその脇にあります大東エンド20番鹿野大志2年生が構えましてワイドレシーバー陣を転がすとスプリットエンドに11番の藤田手郷さんです。青木カモン2年生谷英太が構えそしてその中間にスロットは56番青谷友人2年生が入ります。そしてバックス陣としてはテールバックに1番奥村光大3年生がそれを指揮しますのがクォーターバック9番谷口春です3年生です。ファンターとしては南山高校クルスダースのスターティングメンバーでした。キックオフはこの後12時です。試合開始までまっさらくお待ちください。構えますのが68番谷内海斗3年生ディフェンスタックル79番竹野新平さんですね。お願い申し上げます。ディフェンスエンドに87番宮田千尋さんですね。本日会場にゴミ箱を設置しておりません。ゴミは各自でお持ち帰りくださいますようよろしくお願いいたします。ラインバッカー22番中村慎太郎2年生お荷物は各自で管理をよろしくお願いいたします。最高列セーフティーに0番太田修3年生フリーセーフティーに88番谷口瑛太3年生お荷物を入れますと下に落ちてしまう可能性があります。お気をつけください。82番城島貫太3年生が控えます。撮影や応援の際通路1階での撮影応援はご遠慮ください。コロナ婦人で周りの方にご配慮をしながら応援をよろしくお願いいたします。そしてこれに対応対抗しますのが今からお待ちください。陣取っております。東海地区は進んでまいりました南山高校ブセダーズです。こちらのスターティングラインナップをご紹介させていただきます。オフェンスセンター78番永井優也1年生ガード73番山下義也1年生ガード69番鈴木真嗣1年生タックルには54番阿部修斗2年生52番奥村光太2年生これがフロントラインを固めます。そのサイドにありますタイトエンドには5番芝野良平2年生が控えワイドレシーバーには17番の堀田大和1年生3番下原太太1年生が構えます。バックス陣は2枚用意し83番壁仁志1年生32番徳永康介2年生が構えそれを指揮しますのがクォーターバック10番の斉藤佳治2年生です。また斉藤はキッカーハンターも兼任いたします。ディフェンスチームとしてはその中央を構えるノーズガードに78番の永井優也1年生ディフェンスタックルに73番山下義也1年生両翼ディフェンスエンドに52番奥村光太2年生5番芝野良平2年生その後列ラインバッカーには83番阿部仁志1年生54番阿部修斗2年生10番斉藤佳治2年生そして最後列ディフェンスバックには32番の徳永康介2年生17番小田大和1年生16番青木顧問2年生下原太太1年生の4枚で布陣します。メンバー読み上げまして注目すべきは南山高校の方は布陣は1年生2年生によって固められているといった感があります。実際、フィールド上によりますのは、メンバーも、先ほど読み上げたほとんどの面々で、集約されておりまして、どうやら人員面においては行くばっかの不安があるといった布陣になっております。しかし、数年前には関西学院高等部を倒したその東海にその権威を表しました南山高校の一戦ということもありまして個人的には注目しております。早速チャット欄の方にも注目しますと、月雨のパーニーから早速支援のメッセージが届いております。ありがとうございます。普段から、こういった両チームの集計を取っていることは本当に私自身も関心を持って見させていただいております。月雨の方での集計で言いますと、皆さんの予想の統計で言いますと南山高校が、勝利予想 17% 大手門学院高校が 83% という予想になっているものです。両校の注目選手としましては南山高校の方が10番の斉藤佳治2年生
52番の奥村光太2年生、54番阿部修斗2年生、78番の永井優、長井優也1年生が注目の選手ということで挙げられております。対しまして大手門学院高校は非常に多くの方々が注目されているというのがこれで、メッセージをよく読み取れます。順番に読み上げますと、1番が奥村光太、3年生ですね。5番の、難波大輝、3年生、11番の藤田笑顔、3年生、13番の片岡雄太郎2年生、47番の片山総平3年生、55番の藤本健太3年生、75番、藤田、陸斗2年生、77番の上田陸斗ですね、失礼しました。75番は篠田正人でした、3年生、77番上田陸斗2年生、79番、竹野新平3年生、これはフロントラインも強力だということを、皆様ご注目されているということです。82番城島寛太3年生、そして、本日は44番の登録となっている山本優斗2年生にも注目が集まっているというふうに、情報をいただいております。ありがとうございます。大阪大会から非常に躍進、著しい大手門学院高校ですので、多くの選手が注目されていることがこれでもよくわかります。それに対しまして、ヌー様のメッセージいただいていますね。やや確率的には、正しくない数字かもしれませんが、しかし南山高校 100% というメッセージに南山高校にも勝機ありと、お待たせいたしました。非常に強力で、これより第53回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会2回戦大手門学院高校対南山高校の試合を行います。これよりフィールドにおきまして、試合前のセレモニーが行われます。非常に注目すべき一戦だというふうに私は思いたいと思います。メインスタンド側、エンジンユニフォーム、大手門学院高校、ランバード。バックスタンド側、白のユニフォーム、南山高校、クルセダーズです。令和6年6月9日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、第53回関西高校アメリカンフットボール春季選手権2回戦になります。この時に参加してますのは、大手門学院高校キャプテン11番藤田笑顔君、南山高校キャプテン54番阿部修斗君です。これより両チームによりますコイントスが行われます。左側に布陣しておりますが、ホームスタンドに陣取ります大手門学院高校、右側に陣取っているのが向かい側バックスタンドに陣取ります南山高校です。後半に対して6番小森君に代わりまして代打田辺君、バッターは田辺君、背番号23。前半レシーブ、南山高校キックオフ、大手門学院高校リターンで試合が始まります。ポイントの結果、選択しまして南山高校が後半の選択をしていく。前半戦は大手門学院高校のレシーブリターン、南山高校のキックオフで試合開始となります。本日の試合は1クォーター8分、1クォーター8分の正式ケースで行います。両チームパドルを解きまして、タイムアウトは終了通り、前半後半それぞれ3回ずつ要求することが認められています。まず南山高校のキックオフで試合が始まります。南山高校キックオフキッカーは10番の斉藤加治が務めます。
対しまして大手門学院高校はリターナーを2人構えました。1番の奥浦、11番の藤田が布陣しております。さあいきなり奇襲いった。攻撃権は南山高校です。南山高校オンサイド成功。南山高校キックオフでキックプレー、奇襲をかけました。オンサイドキック、短いキックを蹴り自らボールを確保するというギャンブルキックです。これを一瞬の隙を突くようにキックオフで切り出して短く蹴りオンサイドキック、これを南山高校が抑えましたので、攻撃権は南山高校です。さあ南山やはりあのぐらい自陣47から南山高校ファーストオープン一回攻撃に入ります。攻撃権更新必要から70ヤード。パス不成功。まずパスプレーとなりました。アメリカンフットボールはプレー開始点から5分より一度だけ前に投げます。この権利使い外に展開していた17番に横に近い前パスを通しましたが、しかしこのボールを見られパス不成功。前パス失敗ですのでボールは元の位置に戻され、セカンドダウン次の攻撃に変わります。アメリカンフットボールの攻撃回数は4回、この4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ南山高校自陣47ヤードからセカンドダウン点2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあ今度は第1プレーを使いました。前に出したフルバック選手にボールを持たせ中央突破を図るというところでしたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィードに黄色いバスが投げ込まれますと反則発生を意味します。この反則はどちらにあったか間もなくコールされます。オフサイドです。7ベースワードが達成パーソンをやりします。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのバッタイ、従いましてオフェンスは5ヤード前進しセカンドダウンやり直しです。これによって南山高校は相手陣に入りました。プレー開始のボールが相手陣48ヤードから南山高校セカンドダウン加え2回の攻撃で防衛権更新必要、蹴りは5ヤード。これが侵入していたという反則です。ペナルティ5ヤード、南山高校5ヤード前進した地点からセカンドダウンの攻撃をやり直します。セカンドダウン5。さあ前が出てる、ナイスファーストさあ。ここでクォーターの9時半ハンドオフオプション、ハンドオフをキープするかキープするかの判断をここで QB キープを判断しました。この判断成功で右を踏んどくとして一気に攻撃権更新、南山高校ファースト見事な判断を下しましたのはクォーターが9時半の斉藤梶2年生です。南山高校敵陣25ヤードから新たに4回の攻撃を開始します。さあ1時25ヤードに入りまして南山高校ファースト安定。ここでクォーターの9番は左に展開したランニングフォーバーにプレーパスを投入したが、5番これをキャッチミス、青谷インターセプトされたという状況になりましたが、これはなんとかパス不成功に終わっております。前パス失敗という判定ですのでセカンドダウンに変わります。柏本さんはメッセージありがとうございます。元島さんいつもありがとうございます。楽しみです。両校頑張ったというメッセージ、非常にこれも嬉しいメッセージです。さんも、大手のユニフォームかっこいいというメッセージ、確かにこのエンジンに統一されたユニフォーム非常に映えます。パス不成功、今度は一気にタッチダウンを狙うロングパスを通しました。ターゲットは17番、しかしこれは、大手の学院11番カバーよくパス不成功に終えています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。
さあ南山相手陣25ヤード非常にいい位置です。なんとか生かしたい。そして大手もなんとかこれを押しのぎたい。南山高校サードダウン。さあどうなるか判定を待ちます。ここで判断したのはクォーターバックダイブフェイクオプション。ダイブフェイクの CQB 右を取って返し攻撃権突破狙い攻撃権更新になりましたがわずかに残り1ヤードで外へ出ました。従いまして攻撃権更新ならずフォースダウンに変わります。ファーストダウン獲得まで1ヤードを残しダウンはフォースダウン。鮮やかな走力を見せている南山高校クォーターバック10番の斉藤梶。しかしそれをなんとか大手門もしのぎまして残り1ヤード食い止めております。さあこの残り1回の攻撃どうするか。南山高校プレーを展開するようだ。フォースダウンギャンブル。そしてフォーメーションはロングインセッター。そしてラインがいない方へキュービーター。この判断成功。ギャンブル成功。ファーストロングインセンターの最近から南山高校追い上げロングインセンターを超えたようにしました。ラインがもう一方に固めセンターの前には誰もいないロングインセンター。これによって逆サイドを突く形で相手のディフェンスの南山高校ゴールの前9ヤードから4回の攻撃を開始します。南山高校攻撃権更新ファーストダウン2ゴール。そしてボール相手陣9ヤードに入りまして南山高校ファーストダウン2ゴールに変わります。さらにロングインセンター続ける。さあキュービーターギリギリ止まった。しかしゴール前1ヤード。南山高校クォーターバック10番斉藤和也のランプレー。素晴らしいランでこのロンリーセッターから一気にゴール前1ヤードに入りました。ゴール前1ヤードまで8ヤードのゲイン。南山高校セカンドランプレー残り1ヤード。南山高校ゴール前1ヤードから2回目の攻撃セカンドダウンゴール2ゴール。さあオートモンこの1ヤード死守できるか。今度はプロアイフォーメーションを取る。キュービースイーク。ギリギリ止まる。サードダウンに変わります。今度はパワーの勝負でした。南山高校クォーターバック10番斉藤梶のクォーターバックスイーク。なんとか踏みとどっていけます。しかし残り1ヤードありません。インチ南山高校3回目の攻撃サードダウンゴール2ゴール。南山高校サードダウン2ゴール残りインチ。さあパドル越えてロングセンターを取った。いやバックを構える。インターセプト、ターボマン。インターセプトです。当たってます、当たってます。エフェクトが参りまして申し訳ございません。ここで展開したのはパスプレーでした。サードダウンの攻撃でしかしこのパスを狙いましたがこのパスは大手門学院高校その浮いたボールを奪い取ることによってインターセプト、ターボマで攻守交代。大手門学院高校この攻撃をしのぎまして攻撃を奪い取りました。ウォーターブレイクを入れます。選手は練習に戻る。テーブルダウンしてください。ここで審判団の判断でウォーターブレイクが入ります。ここでフィールド上は選手の健康管理のためレフェリーによりますウォータータイムアウトが取られます。やや、熱中症対策厳しい状況と審判団判断した模様です。クォーターの半分でウォーターブレイクが入りました。しかしその序盤戦それ以上の熱気あふれる攻防が現在繰り広げられました。南山高校いきなりの奇襲攻撃で一気に相手陣ゴール前エンドゾーンわずかインチの状況まで迫るという凄まじい攻撃をかけましたがこれをなんとか大手門しのぎ攻撃を取り返した状況になっております。
さあこれで大手門学院攻撃に入ります。ボールオンは時事20ヤード内に設置され、この時間の大手門学院高校攻撃に入りました。大手門学院高校は時事20ヤードからの攻撃開始です。ファーストダウン戦、さあ抜けている、振り切るか、追いつくか、振り切った、タッチアップ、ゴールドマン、大手門学院高校タッチアップ。ここでオートロンランプレーを展開した際にランバック1番一気に左のトップを独走、相手ディフェンスを追いすがるディフェンスをそのまま送球して振り切ってエンドゾーン獲得、タッチアップ。80ヤードを走り切りタッチダウンです。80ヤード独走しまして、オートロン学院高校先制タッチアップを挙げております。そしてトライフォーポイント、タチアナとのワンプレーキックフォーメーションを取っています。このキック決まりまして1点追加、大手門学院高校なぜ南端高校0点となっております。13番片岡雄太郎のキックが成功、上空の技を素晴らしい技から奇襲をかけまして大手門学院高校第1クォーター7点先制です。そしてこれを大手門しのい、その返す刀で大手門一気に一発でタッチダウン取り返しまして、大手門が先制している状況になっております。そして得点を挙げました大手門学院高校のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。そのキックオフを務めますのは、大手門学院高校13番の片岡2年生です。南山高校はリターナー10番を1枚構えております。クォーターバック兼任であります10番の斉藤がリターナーに入りました。さあリターンしようとしましたが、しかしそのキャッチをした段階で外へ出る形になりました。下がりまして、そしてプレーは終了し、南山高校自陣5ヤードからの攻撃となります。リターナー10番最強攻撃がフェアキャッチ、素晴らしいキックオフを蹴った形になっています。手を大きく振るジェスチャーでフェアキャッチ。さあしかし先ほど鮮やかな、センス、猛攻を見せました南山高校、再び攻撃を終えた形になっています。失礼しました、先ほどのキックオフはエンドゾーンに入っておりましたのでタッチバックという判定になります。タッチバックですので南山高校攻撃位置は自陣25ヤードの位置となります。南山高校2回目の攻撃に入ります。ボールオン自陣25ヤードから南山高校ファーストダウンテン、南山高校クォーターバック10番斉藤和樹のランプレー、この判断によりまして約4ヤードのゲインとなっています。タックルしての大手門学院高校ディフェンスバックゼロ番大田中でした。斉藤ここでもその足を見せています。南山高校セカンドダウンの攻撃、南山高校セカンドダウン6、オートマンナイスディフェンス、ここで高校ランプレーが高校生のピッチしました。しかしこれを大手門学院85番が対応しまして、ゲインは1ヤードから2ヤードにとどめています。南山高校サードダウン、85番は加藤君2年生、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード、キャリアは南山高校の32番の徳永でした。南山高校サードダウン4、
男子です。ここで南山高校ランプレーを展開しようとしましたが、これも大田学院8番学院高校2番が中央を抱えまして、1ヤード押し返し放送に変えます。1ヤード6分しています。取り返しましたのは85番の加藤、87番の宮田です。南山高校ファーストダウン獲得まで4ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。フォースダウン5、プレーを組むのか、いや、バントフォーメーションに変えます。バントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は放棄する形になります。なんとここでトリックをいった、南山高校ファーストダウン、バントフォーメーションからフェイクし、バンター南山高校ファーストダウン、パスを投じようとしましたが、しかしこれは大手門カバーしていました。これを判断しました。スクラム緊急発進、ランニング外、相手のラッシュをかわして攻撃権更新です。転換ギャンブル最高、南山ファースト、南山ありとらゆる方法を使いまして攻撃を展開します。素晴らしい攻撃を披露します。そしてそれを指揮しますが、快速を飛ばしている南山高校高田斉藤です。南山自陣37ヤードからファーストダウン10、さあこれヒッチパスでキャッチャー狙うが、しかしこれは素早い対応で手番タックルしまして、このパス、このプレーによる原因はノーゲイン、セカンダウンに変わります。見事な対応しましたのは大手門学院高校ゼロ番太田3年生、ここでホイッスル、クォータータイム、第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして、大手門学院高校7点、南山高校0点、その差ワンタッチの差で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして行います。まずその受賞となる第1クォーターは、南山高校凄まじいほどの猛攻をかけまして、一気に相手陣を押し切り、エンドゾーンを目指せたのさんというところでしたが、これを大手門学院一発で切り返しまして、現在先制の得点を挙げております。しかし現在南山再びそのありとあらゆる奇策を講じながら前進を図っており、さらに大手門学院に押し返そうと迫っている状況にあります。さあ、凄まじい攻防戦となっておりますこの2回戦、この向きを変えます第2クォーターでどのように展開変わるでしょうか。斉藤千代子さん、メッセージありがとうございます。南山のクォーターバックの方いいなというメッセージ、また私もそう感じます。人数的には非常に厳しい、しかも3回生が3年生がいないという布陣でありながら、これほど素晴らしいフットボールをすることに私は正直驚愕の思いであります。南山高校自陣36ヤードからセカンドダウン11の攻撃で試合を完成します。その南山高校の攻撃が継続しています。南山高校今度はメインスタンドから向かって左に攻める格好に向きが変わります。ボールオンは自陣36ヤードから南山高校セカンドダウン10、失礼しました、セカンドダウン11に訂正します。南山高校セカンドダウン、パス不成功、ここで左に展開したランニングバック5番へのフェアパスでキャッチアンドラン、かかんという作戦でしたが、しかしこれはキャッチミスでパス不成功でサーランに変わります。ありがとうございます。できる限り、まあ、パーディーのようにはうまくいかないかもしれませんが、対応したいと思います。ファーストダウン獲得まで11ヤード、サーダウン11、ここでドライプレーを展開しようとしました。
パスに行かれてラフで相手のフラを掴むというところでした。30番安藤の学生の集まりでディフェンスに殺到し、このラフ阻止コースターに変わります。南山高校フォースダウン15の状況です。南山高校フォースダウン、南山パントフォーメーションを取りました。ここでホイッスル、反則の発生です。イエローフラッグ、反則が発生しています。デッドボールファウル、ビグアウゲームオフェンス、ワードバットしてフォースダウンになってます。オフェンスの反則です。ビグアウザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。ワードバット対しフォースダウン、やり直しとなります。反則です。南山高校5ヤードを抜退し、フォースダウンの攻撃をやり直します。南山高校ボールオンを自陣27ヤードに下げられましてのフォースダウンに変わります。バントフォーメーションを取っています。リターンに入る、ナイスカバー。ここでリターナー1番がキャッチしてリターン入ろうとしましたが、そのすかさずの一瞬の隙を突いて南山タックルし、結果的には大手門学院40秒1を確保しての大手門学院高校の攻撃に変わります。南山高校下級生が多いこともありまして、このフットボールスキルの点において懸念私は持っておりましたが、なかなかどうして全く五分の戦いを見せています。東海地区の優というその威厳を見せつけて見せつけられている思いでございます。大手門学院高校、さあ大手門これを跳ね返せるでしょうか。ボールを自陣40ヤードから大手門学院高校ファーストダウン10。中央ランプレー、ここで最も力がある中央のランプレーを展開しました。ランニバック12番、大手門学院高校ランニバック12番の奥のレーンの中央へのランプレー、順位は4ヤード。キャリア12番は奥の2年生です。大手門学院セカンドダウン6、大手門学院高校セカンドダウン。今度は左奥をつきました。ハンドオフから大手門学院高校ランニバック1番、奥村コーナーのランプレー、5ヤードのゲーム。キャリア1番は先ほど勝ち点がありました奥村です。3年生、大手門学院高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。大手門学院サードダウン残り1ヤード。大手門学院高校ランニバック40番青森英子のランプレー、攻撃権更新果たしております。見事攻撃権更新果たしております。40番青木3年生、これによって攻撃権セットし、大手門学院相手陣に入りましてのファーストダウンになります。46ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。大手門学院相手陣46ヤードからのファーストダウン10。大手門学院高校パス成功、ファーストダウン獲得。ここで一球ロングパス、左サイドラインには駆け上がりました。
レシーバー8周年の立場カバーされたから大手の9番谷口春から大手の中へ行きました18番谷栄太のパス成功見事にこのキャッチレフリーターンアウト、ウォーターパンを取ります。ここでウォーターブレイクが入ります。中段を押してください。南山鮮やかな攻撃を展開し、オートモンを翻弄しておりましたが、オートモンこれをパワフルなプレーによって一気に押し返していっております。現在そのオートモン攻撃中の状況でウォーターブレイクとなっています。パーニー、そうですね、先ほどのキャッチ本当に素晴らしい球際の強さだったと思います。アメリカンフットボールはいわゆるスピードとパワーを象徴する競技とも言われていますが、同時にその競り合い、フィジカル、そういった粘り強さというのも大きな要素になります。ある意味身体能力以上に重要な強さかもしれません。さあ、その大手門学院高校は攻撃継続する形で相手陣10ヤードからの攻撃に入ります。残り距離10ヤードということになりますので、ここからはファーストダウン2ゴール4回でタッチダウンを狙います。大手門学院相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴール。レフリータイムアウト終了です。大手門学院高校ゴール前10ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ、まずアイフォーメーションから中央へのプラスプレー。大手門学院高校ランニングバック12番奥野レオンのランプレー。たくさんの差がランニングバック12番の奥野でした。2年生です。大手門学院相手陣7ヤードからセカンドアンドゥーゴール。エンドゾーンまで残り7ヤード。タイヤードのゲイン。大手門学院高校ゴール前7ヤードから2回目の攻撃。セカンドダウン、ゴール2ゴール。さあ、どうだ、タッチダウン。ここで隠したのは1番の奥村でした。ハンドオフから右オープンに送るスピードによって展開。相手タックルを受けましたが、それを引きずりながらエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。ゴール前7ヤードからランニングバック1番奥村光大がボールを持ち、大手門学院エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウンを重ねまして6点追加となっています。大手門学院高校第2クォーター6点追加。これよりトライフォーポイント。キックフォーメーションで13番片岡がキッカーに布陣しました。決まりまして1点追加。大手門学院高校14点、南山高校0点となっております。13番片岡裕太郎のキックが成功。エキストラポイントからに1点を追加し、大手門学院高校第2クォーター合計7点追加でここまでの得点14点です。大手門学院そのボールを確保しましたら近づいプレーを展開しまして、現在タッチダウンを重ねております。大手門学院高校キックオフ試合再開となります。さあ、南山としては今度の攻撃シーズンを何とか生かし反撃のタッチダウンを上げたいといったところでしょう。さあ、リターンに入らんというところでしたが、ここで、リターンが10番フェアキャッチシグナルを上げまして、ここでプレー終了となった模様です。失礼しました。大手門学院高校キッカー13番片岡裕太郎のキックオフ。これを南山高校リターナー10番斉藤キャッチがフェアキャッチ。リターンチームの方がリターンの意思なし、フェアキャッチをしボールを確保した場合にはタッチバックの判定になり、自陣25ヤードからの攻撃となります。
25ヤード以内のフェアキャッチでしたので、南山高校の攻撃、自陣25ヤードから開始します。南山高校、自陣25ヤードからファーストダウン10。南山高校、ファーストダウン10。南山高校ランニングバック32番と徳田光介のランプレー、これをオルテゴ学院、しかし素晴らしいタックルを決めまして、ゲインを3ヤード程度にとどめております。しかしスピードによった素晴らしいランを決めましたのは南山高校32番の徳永でした。2年生動きを見ましても非常によく練習された成果が見えています。セカンドダウン、南山高校セカンドダウンセル、今度はヒッチパス、ワイドレシーバー17番、南山高校ポーターバック10番斉藤勝から、ワイドレシーバー17番堀田矢本へのパス成功。タフなキャッチアンドランを決めたのは南山高校17番の堀田1年生です。南山高校自陣32ヤードからサーダウン3、南山高校サードダウン、ランニングバック32番徳永康介のボールを持ち1ヤードのゲイン、そうしますと2ヤードのゲイン、南山高校フォースダウン2、南山高校フォースダウン、ここでホイッスル、はい、タイムアウト、チームタイムアウト、大手門学院高校前半1回目です。大手門学院高校、ここで前半1回目のタイムアウトを投入しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここで南山がフォースダウンギャンブルの状況でロンリーセンターを組みました。この状況に対応するために大手門ここでタイムアウトを使いました。南山高校やはり侮れません。さまざまな策を講じまして大手門学院を崩そうとしております。さあタイムアウトときまして試合再開となります。現在南山高校の攻撃フォースダウン2の状況です。ボールオンは自陣38ヤード、南山高校フォースダウン、センターにつける、さあ QB ラン行った、判定どうか、攻撃権更新ならず、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。負傷者が発生したためレフリータイムアウト入ります。しかし先ほどのランプレーで攻撃権更新を図りました南山のランは結果的には届きませんでした。4回目の攻撃失敗という形で攻守交代となります。攻撃権変わりまして次のプレーは大手門学院高校の攻撃で試合再開となります。大
天文学院見事にこれをしのぎました。さあ取り返しまして大手門の攻撃が始まります。ボールオンは相手陣34ヤードから大手門学院高校ファーストアンテン。大手門ここで前半2回目のタイムアウトを使います。時計を止めます。ここで大手門学院高校前半2回目のタイムアウトの要求です。大手門現在前半残り時間59秒となっています。ルパンさんメッセージありがとうございます。先ほどから試合展開非常に目まぐるしく、しばしば時計を止めるタイミングを逸してしまっております。できる限り会場の時間に合わせられるように微調整かけていっております。何卒ご了承ください。撮影しながらの手時計ですので、この点はどうしても操作が遅れてしまいます。申し訳ございません。終了。大手門学院高校敵陣16ヤードからファーストダウン点。攻撃継続です。ボールオン相手陣16ヤードから大手門学院高校ファーストダウン点。前半残り時間59秒。パス成功。ナイスカバー。パスインコンプリート。ここで左に展開した15番にパス、しかしこれを難産3番見事にカバーしまして、パス成功に変えています。見事なカバーを披露したのは難産高校3番の篠原1年生です。しかし大手門学院優位は変わりません。ボールオン相手陣16ヤードからセカンドアウト。残り時間54秒。大手門学院高校セカンドダウン。ここでホイッスル、審判団によってホイッスルが吹かれております。反則の発生です。イエローフラッグが投じられました。反則発生です。さあどのような反則があったでしょうか。デッドボールファウル、フォルスターズ、オフェンス、ワイドバッターします。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは1秒間静止する。そしてプレイヤーに動き制限があるなど様々な条件があります。フォローを持たずプレイをしますと5ヤードばったりとなります。したがいまして5ヤード下がりセカンドダウンやり直しです。大手門学院高校5ヤードバッターしセカンドダウンの攻撃をやり直します。パスダウン獲得までは21ヤード。大手門学院高校バス成功。ここで大手門学院右に振ってから左に攻撃的に回りましたが、10番にパス、これを10番にキャッチし、一気にやり直しボールを走、攻撃権更新果たしまして、大手門学院ファースター。大手門学院高校ゴール前2ヤードから4回の攻撃開始。10番の坂田2年生です。ゴール2ゴール。
ミニ様の大手門頑張ってのメッセージがまるで届いたかのような素晴らしいプレーがありました。さあこれで大手門学院は相手陣2ヤードに入りましてのファーストアンドゴールに変わります。中断プレー、タッチダウン、大手門学院高校タッチダウンです。ここで大手門は本日大活躍の1番奥村にボールを託しました。奥村大きさに応えまして密集点飛び込みタッチダウン、エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウン。大手門学院高校第2クォーター6点追加となっています。これよりドライブポイント、しかしこのトライフォーポイントは失敗となりまして6点止まりとなっています。大手門学院高校20点、南山高校0点、しかし大手門リードを広げることに成功しています。ここまでの得点20点です。苦しい攻防戦となっておりますが、しかし要所で大手門学院がエース奥村の快速を生かしましてタッチダウンを重ね、現在20点のリードを確保しています。前半終了間際ですが大手門学院のキックオフで試合再開となります。フェアキャッチしまして、大手門学院高校キッカー13番片岡雄太郎のキックオフ、それを南山高校リターナー10番斉藤和志がフェアキャッチ。大手門、失礼しました、南山高校自陣25ヤードからファーストダウン10。前半終了まで残り31秒、南山高校自陣25ヤードから攻撃開始です。中央へのランプレー、キャリア32番にハンドオフしまして左オフタックル突入しました。ゲインは2ヤード。南山高校ランニングバック32番と徳永康介のランプレー、ゲインは2ヤード。南山高校セカンドダウン8、ここでホイッスル。ここで前半の時間がなくなりました。前半戦終了です。前半を終えまして、大手門学院高校ランバージャック20点、南山高校クルセダーズ0点、大手門学院高校は3つのタッチダウンを挙げまして20点リードとなり、前半戦終了となっております。しかし南山も素晴らしい攻撃を展開しており、奇襲含めまして大手門を追い詰めながらの試合展開となっています。この白熱した攻防戦は現在これよりハーフタイムに入ります。この間に双方前半での状況を洗い直し、後半の対策を講じると思われます。このハーフタイムでその策を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。さあ、まもなく審判団もこのフィールドに戻りまして後半戦再開の時を告げようとしています。前半を終えまして大手門学院高校が20点、南山高校0点と現在は大手門学院がリードしている格好になっておりますが、試合そのものは極めて緊迫した試合となっております。少数ながらしかし南山高校ありとあらゆるアメリカンフットボールの知略を尽くしまして南山高校、大手門学院のディフェンスを圧倒し、その得点を上げんという気概満ち溢れた攻防を繰り広げております。大手門はなんとかこれをしのげんというところにありますが、後半戦は果たしてどのような形で展開が行われていくでしょうか。このハーフタイムで双方が得ましたその作戦打開策にも注目です。
現在 YouTube でこの試合をご覧いただいている方々にお願いがございます。この白熱した一戦、できる限り多くの方々にご視聴いただきたいと私は願っております。チャット欄に様々な形で加えていただいているメッセージ、そしてもしこの配信の内容に、そのように評価していただけるのであれば高評価ボタンをお願いしたいと思います。これらの行為は他のご覧いただいている方々にこのライブ配信を斡旋するよう YouTube が配信を優先するプログラムの一環となっております。皆様のその応援メッセージ、そして高評価といった様々なアクションが多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけになりますので、何とぞよろしくお願いします。第53回3回高等学校アメリカンフットボール選手権大会、大手門学院高校対南山高校の試合、まもなく後半戦開始となります。開始となります。後半戦は大手門学院高校のキックオフ、南山高校のレシーブリターンです。両チーム激を飛ばしまして、これより後半戦再開です。戦は大手門学院のキックオフで試合再開となります。キックオフは前半同様、13番片岡が務めます。サイドラインを割った模様です。サイドライン割りましたので反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した人の攻撃をするか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤードからの攻撃を選ぶか、あるいは5ヤード下げて蹴り出すかを選択できます。35ヤードから南山高校南山は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。この時間南山高校の攻撃を変えます。後半戦開始、これはサイドラインを出ましたキックオフのアウトバウンズの反則。南山高校は自陣35ヤードから攻撃を開始することを選びました。双方合意のもと1クォーター8分で行われております。南山高校自陣35ヤードからファーストダウンテイ、南山高校後半最初のシーズン、ボールオン自陣35ヤードからファーストダウンテイ。大トロナイスです。まず外にいたレシーバーにタッチングが図り短さを通じました。しかしこれを大手門学院47番サマジュータックルと言いまして、このパスによるゲインなし、ノーゲインでセカンドに変えます。激しいタックルを見せましたのは47番高山でした。3回生3年生です。ラインバッター21番中村慎太郎のタックル、ノーゲインに抑えています。南山高校2回目の攻撃、セカンドダウン。QB キック、ハンドオ
ークプレーから自らキープを展開しようとしました。しかし、このまま大手学院に対応します。失礼しました。1ヤードほどゲインでサーターに変わります。南山高校サードダウンの攻撃。サードダウン、ハーフダウン獲得まで残り9ヤード。ボーロンは自陣36ヤード。クイックスクリーンを展開しようとしました。ワイドレシーバーを内側に走らせ、そこからキャッチアンドランを図るクイックスクリーンを展開しようとしましたが、ワイドレシーバーキャッチできずパス成功でフォースダウンに変わります。先ほどのプレーも決まりましたらビッグウェイになるスペシャルプレーに近いスクリーンパスです。南山高校フォースダウン、さまざまな策を講じまして大手門を追い詰めようとしています。しかしこの状況はパントフォーメーションを取りました。南山高校フォースダウン内パントフォーメーション、さあプレーいった、パス成功、キャンプ成功、ハッサー、南山高校パス成功、ここでギャンブルいきました。パントフォーメーションでパンターの10番右に展開してパス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 、ディフェンスレシーバー、これをディフェンスカットしたものを見事な執念でキャッチしました。30番これを確保し攻撃更新です。南山高校ファースター見事これをキャッチしました。32番の徳永でした。2年生7ヤードから新たにファースダウン点。さあ南山高校相手陣47ヤードに入りましたファースダウン点。南山高校セカンドダウンイレブン、今度はスピードをつけての右オープンスイープレースピードで一気にそこを曲がるように攻撃した。32番これをボートン走り出しましてゲイン2ヤードにとどめています。今度はスピード勝負に持ち込みました。南山高校サードダウン、南山高校サードダウン獲得まで9ヤード。コーターバック10番最強カジから3番の5番千葉の両チームパス成功。しかし攻撃権更新にはなっておりません。フォースダウンに変わります。しかし南山高校南山高校5番の島野でした。2年生です。ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。フォースダウン3の状況に変わります。南山どうするか、プレーを行う、ロディセッター組んだ、ここにホイッスル、タイムアウト、チームタイムアウト、南山高校、南山高校で後半1回目のタイムアウトを投入します。南山高校が後半1回目のタイムアウトの要求です。ロングセンター揺さぶりをかけていきました。おそらくはここからオフサイドトラップを仕掛けようという判断だったと思われます。しかしこれが叶わないと判断し、ここでタイムアウトを取りました。
タイムアウトときまして試合再開となります。南山高校相手陣40ヤードからフォースダウン3、サイドラインからのパドルを解けまして間もなくプレーを展開しようとします。タイムアウト終了、南山高校フォースダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤードプレーします。ロンリー選択だ。さあどうだ、判定待ちます。南山高校逆転成功、ファーストダウン。ここで取ったのはブロッカーがいるサイドの32ヤードパス、ここからキャッチアンドランしました。レフェリータイムアウト、ウォーターブレイクを取ります。ここで32番体を前に投げ出すように攻撃権更新しました。ギャンブル成功で南山高校ファーストダウン獲得しています。ここでウォーターブレイクが入ります。第53回関西高校アメリカンフットボール選手権2回戦、その肩書きにふさわしい素晴らしい攻防戦となっております。試合再開となります。現在攻撃は南山高校、ボールオンは相手陣36ヤードからのファーストダウン10、ウォータータイムアウト終了、南山高校ファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、ここでオッケーでした。不成功、ターゲット13番ディフェンスフリーキャッチ試みましたが、しかしバランス崩しパス不成功、パス失敗でセカンドダウンに変わります。さあすかさず反応を受けた南山高校セカンドダウン10、ここでトリックを仕掛けた。クォーターバックの10番を左のレシーバーの位置に広げ、固めたバンチのところに投じまして、ここからキャッチアンドラ。南山高校10番しかしこれも対応しまして、ゲームは1番手段とどめています。ワイドレシーバー10番斉藤和也のパス成功、南山高校サダンナイ。しかしヤンタン高校サードダウン、タイムアウト、チームタイムアウト、ヤンタン高校南山高校、ここで後半2回目のタイムアウトを使います。先ほどのプレーでクォーターの10番ヘルメットが外れたためヘルメットオフで一旦ワンプレー出る必要が出ました。ここでオフェンスチームに乱れが生じ、リレーオブザゲームが発生する前にここでタイムアウトを投入しました。
まして試合再開となります。結果的にこのタイムアウトの間でワンプレーを消費した格好になっておりますので、クォーターバック10番はこのプレーは復帰できます。タイムアウト終了。南山高校サードダウン。南山高校サードダウン。パス不成功。南山高校パスを投げましたが不成功。5番にパス。5番振り向きざまキャッチ。南山高校フォースターの攻撃です。最後に終わっています。南山フォースターに変わります。さあ南山プレーを行います。フォースターキャンブル。ここで先ほどと同じく右に固めたバンチのところにクォーターバック10番を配置してのキャッチアンドランを完行しましたが、しかし攻撃更新ならず。4回目のプレー失敗となりましたので攻守交代。攻撃が変わりまして斉藤達也のパスに成功しましたが、ファーストダウンには届かず4回の攻撃権を使い切りましたので、攻撃権は大手門学院高校に変わります。大手門学院自陣36ヤードからファーストダウン点。大手門学院高校自陣35ヤード36ヤードからファーストダウン点。さあトラブル発生。大手門学院高校ランプレー中に南山高校10番斉藤達也がプレーしてボールをファンブル。そのままこぼれたボールを10番斉藤達也が与えましたので、攻撃権は南山高校に変わります。南山高校敵陣32ヤードから4回の攻撃開始です。ファーストダウン点。南山高校高校ベース3番下原大田から相手ディフェンス背番中エンドゾーンに体を運んで立ち上がる。その斉藤カジからワイドレシーバー17番堀田大和へのパス成功で立ち上がる。南山見事に南山高校この後6点獲得となっています。南山高校トライフォーポイントはピッチャー中盤大東高校キッチ点成功。さらに1点を追加し南山高校第3クォーター7点獲得です。斉藤プレッシャーからしてロングパスを投じ、このパスを見事17番ホッタキャッチしまして、反撃となるタッチダウンを上げております。さあ南山ついに立ち点を上げる形に至りました。その南山のキックオフで試合再開となります。さあここで南山のキックオフに対して大手門が10人をフロントに上げる形を取りました。オンサイドキックを警戒してのフォーメーションを取った模様です。さあそして普通にキックしまして大手門リターンに入った。
ロリターが果敢にリターン突破なして大手門学院自陣28ヤード付近からの攻撃位置を得ます。南北高校キッカー10番斉藤和真キックオフで試合再開。それを大手門学院高校リターナー12番奥野レオンが隣の点攻撃を現在ここから展開しようとしています。ボールオンは自陣29ヤード大手門学院高校ファーストダウン10。大手門学院高校自陣24ヤードからファーストダウン10。まずフルバックのダイブプレー、まず1週間にダイブプレーを投入しました。大手門学院高校ランニングバック40番青木栄太のダイブプレー。キャリア40番は青木3年生です。6ヤードのゲーム。大手門学院セカンドダウン4。大手門学院高校セカンドダウン。ナイスディフェンス。何枠12番にハンドオフし右オープン展開を図りました。しかしこれを南山16番見事に対応しまして右へのランプレーを展開しようとしましたが南山高校ラインバッター54番阿部修斗ディフェンスバック16番青木多門がタックル。16番の青木多門2年生です。ヤードのロスを奪っています。クォータータイム。ここで第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして大手門学院高校20点南山高校7点攻守双方双方入れ替えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。攻防戦を繰り広げておりますこの両校の一戦、現在スコアは20対7、13点の差となっております。これより攻守陣地を入れ替えまして試合は第4クォーターに入ります。攻撃権はそのまま大手門学院高校。さあこの試合も残り8分のこの1クォーターで終了となります。ニュアルから終わりましてこちらが勝利の外交を上げる形になるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。サダン7南山ナイスです。ここで大手門ランプレーを展開しようとしましたがこれを南山見事に読み切り10番がロスタックルしましてフォースに変えます。大手門学院高校ランプレーを展開しようとしましたが南山高校ラインバッター10番斉藤和真ロスタックル見事なロスタックルを決めています。6ヤードのロスを奪っています。大手門学院高校フォースダウン13バントフォーメーションを取っています。ここで攻守交代です。コントロールよく南山陣
28ヤード付近でボールで通し、この試合攻守交代となります。南山高校ビーワースを投入した。南山高校ダビーバック完全に完璧プレーを取ってのランプレー。ゲームは2アウトでとどめています。南山高校セカンドエイボールの自陣に30ヤード。南山高校セカンドダウン。パス成功、ファッション南山高校パス成功、バンドラック10番ここで奥に走り込んだ。南山高校コーターバック10番最強初期から最強の5番津田の両方のパス成功。見事バスキャッチしました。南山高校敵陣に入り、敵陣49ヤードから新たにバースダウン権。南山高校バースダパス成功。再び奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれは大手門学院高校ディフェンスカバーつくパス成功となっています。ダウン1つ変わりまして、南山高校セカンドダウンに変わります。南山高校セカンドダウン。パス不成功。クォーターバック、ここでプレイアクションから中央に走り込んだレシーバーにパスを取りました。しかしこれは大手も見事にパスリフレットしまして、パス成功に変えています。ダウン変わりまして、サーダウンに変わります。サードダウン。パス成功、パス南山高校パス成功。ここ南山ロンリーセンターからプレーアクション。南山高校コーターバック中央走り込んだ83番にパスをし、83番からダイビングキャッチ成功。南山高校パス成功。見事なダミングキャッチ決めましたね。南山高校83番晴れ南山高校敵陣33ヤード付近から新たにバースダウン権。さあロミーセンター続ける。今度は左に行くんだ。さあここで反則が発生しています。
してどちらのチームの反則だったでしょうか。先ほどの反則が双方にありました。オフェンスにはイリーガルシフトの反則、不正なシフトを用いたという反則です。しかしディフェンスにはオフサイド、ボールが動く前に相手ラインに侵入した反則がありました。従いまして双方の反則があったということでプレー無効、オフサイドでプレーやり直しとなります。さあ仕切り直す形になります。南山高校相手陣33ヤードからファーストダウン10。南山高校ファーストダウン10。南山高校セカンドダウン8、ボールオン相手陣31ヤード。南山高校セカンドダウン。そして2ポイントコンバージョンに入る。トライフォーポイント2点を狙う。1点追加、これよりトライフォーポイント。このパスは不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則の発生です。さあこのペナルティは果たしてどちらにあったでしょう。先ほどのトライフォーポイントでラフィンザパサーの反則がありました。パスを狙った選手のハードヒットです。この反則は危険な反則として重大な反則に扱われます。トライフォーポイントの残り距離半分のバッターを受け、トライフォーポイントやり直しの形に変わります。そこまでのバッターが取れませんので、ゴールまでの半分の距離を抜退し、従いましてゴールはエンドゾーン1ヤードの状況でトライフォーポイントをやり直しです。南山高校ここでキックによる得点を狙う形に変えました。キックフォーメーションを取っています。南山高校トライフォーポイント。決まりました。1点追加。南山高校1点返して、南山高校14点、大手門学園高校20点、その差6点と変わりました。さらに1点追加。南山高校第4クォーター7点を追加して、ここまでの得点14点です。素晴らしいプレーをここで決めまして、南山高校得点を上げて試合を
再び緊迫した状況に戻していっております。斉藤一郎花子さんメッセージがあるように両チームともオフェンス素晴らしいプレーを展開しています。ウォーターブレイクを取ります。ウォーターブレイクを取ります。両チームベンチに戻ってクールダウンしてください。ここでウォーターブレイクに入ります。やめましたが、そうですね、先ほどのプレーのアナウンスはそこまで、追いついておりませんでした。申し訳ございません、それぞれの方々の判断で、できましたらご視聴いただければと思います。プレーに関しては私が気づいたこと、そして取り上げることに関してはアナウンスさせていただく予定ですが、基本的には実況に留めたいと思っております。いわゆる戦術に関する解説はそれぞれの方々の主観が入りますので、私自身はなるだけそれは排除したいと思っております。その点ご了承をよろしくお願い申し上げます。返しました南山高校のキックオフで試合再開となります。この白熱した攻防戦も残り時間3分51秒となりました。試合再開です。南山高校のキックオフ、長いハドルを組んでいます。そのハドルを解きます。オンサイド警戒の構え、そのオンサイド行った。判定は攻撃権は南山、南山オンサイド成功。攻撃権は南山高校です。南山高校攻撃権の獲得を狙いオンサイドキックを決めました。しかし確保する際にボールをジャンプ、その一瞬を隙につきました。南山このボールを抑えました。南山高校の攻撃が変わっていましたので、南山高校がそれを抑え攻撃権獲得です。ボールをキャッチしたのは南山高校54番阿部修斗でした。南山高校自陣45ヤードからの攻撃開始。バースダウン権、さあロンリーセンター組んでバックスをつけている。南山高校高校バック10番カーコンコシのランプレー、ゲインはここでまず最高の足を使いました。南山高校セカンドダウン7、ゴールオン自陣49ヤード。さあロンリーさんが構えた南山高校セカンドダウン。ナイスパスカット。南山高校パスを投げましたが、このパスは大手の学生高校ランバンカー5番見事にパスカットしパスを成功。サーダンに変えます。この状況は選手ここの独自の判断求められますが、5番のナンバー素晴らしいパスカットでした。サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。南山高校サーダウン7。パス不成功。ここで打ったのは運転のチームのシーバーのパス。ターゲットは83番、大人たちここにいましたが、わずかに飛び出す。パス不成功。この試合に変えます。
南山高校フォースダンス7プレー行きます。フォースダンスキャンプ、南山高校さあ南山攻撃ここ相手陣44ヤードからファーストアウト、4ヤード付近から4回の攻撃開始です。ファーストダウン、オプションプレーを展開。南山高校ランニングバック32番特大のコースでのランプレー、ゲインは3ヤード、ゲイン3ヤードに訂正します。キャリア32番は徳永2年生、南山相手陣41ヤードからセカンドダウン、セカンキュービキ、南山高校高校バック10番最終卒のオプションキープ、失礼しました、3ヤード南山高校サードダウン3、南山高校サードダウン、攻撃点は大手門学園高校に変わります。試合終了までの1分10秒、大手門学園高校時計操作誤っておりますが訂正かけさせていただきます。大手門学園ファースト3点、中央へのプレー、ここからファイスナウト、チームタイムアウト、南山高校後半3回目です。南山ここで後半最後のタイムアウトを使いました。南山高校後半3回目最後のタイムアウトの要求です。試合再開です。大手門学院高校セカンドダウン、反則の発生です。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。デッドボールファール、ホルスター、オフェンスの反則です。ホルシースタート、不正のスタートを切りました。親のバッテリシーセカンドダウンのやり直しとなります。ペナルティは5ヤード、大手門学院高校5ヤードバッテリシーセカンドダウンをやり直します。大手門学院セカンドダウン11、
2ラウン時計を回します。バテモン学院高校2ラウン押しゲームクロックを進めます。南山高校には時計を止める手段がもう残っておりません。ポケモン刻一刻と時間を消費し試合終了の時を迎えようとしています。大手の学院サーダン2ダウン時計を進めます。大手の学院高校再び2ダウンゲームクロックを進めます。試合終了となりまして、大手門学院高校20点、南山高校14点で大手門学院高校の勝利。大手門学院高校ベスト4進出となりました。ここで試合終了です。ご覧いただきましたように、ただいまの試合、大手門学院高校20点、南山高校14点で大手門学院高校が勝利しました。戦でした。ナイスゲームでした。敗退となりますが、しかし東海の優人気の難、素晴らしい戦いを演じました。ナイスファイトでした。おとじみさんのメッセージありますように、南山らしい素晴らしい試合だったと思います。進出決めました大手門学院。この春非常に注目を集まるこのチーム、ベスト4進出になりました。さあ次の季節も同じように白熱した一戦が繰り広げられることに期待したいと思います。ナイスゲームでした。こちらも多くの方々にメッセージをいただきました。勝利しました大手門学院高校は、関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会準決勝進出を決めました。準決勝は来る6月16日ここ NK100 フィールドにおきまして、午後2時キックオフで試合が行われます。スタート相手は続く本日の第2試合、関西大学男子高校対関西学院高校部の調査との挑戦となります。次の試合もぜひ会場に足をお運びくださいますようよろしくお願いいたします。本日は雨の中ご来場の方にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないよう今一度お席周りをご確認の上気をつけてお帰りください。影のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。
それは大学で名をとどろかしたスタープレーヤーが渡してくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれから毎週応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたりご視聴ご観戦ありがとうございました。そして多くのチャット内のメッセージありがとうございました。本日の配信は協会の許可をもらいまして実現いたしました。またそれも依頼をしてきました、月曜からネットのファーニーにも感謝申し上げます。本日その試合を実況進行させていただきましたのは私道楽屋理事でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。またその後に行いますこの15時からの関西大学第一高等学校対関西学院高等部の一戦もお送りさせていただきます。機会お時間有数でしたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。